ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。はい、始まりました、ミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していけるようにとの思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのキラコと南キラとサッチーこと音のサチとナナちゃんこと山本ナナミの3人がお送りしています。せーの、始まるばーい。ということで今日裏ミルタでボリューム41、はい、佐賀錦も食べ物ですの会場からお送りしております。嘘つけてね、さっきのファイルでさ、あの、私たち FM 諫早スタジオからお送りしております。毎週言ってね、このファイルはね、固定だから、そうそうそう、使い回してんだけど使い回してメンバーが変わらない限りは使い回してメンバー変わった時焦るのよ。ここから取らなきゃいけない。行く前行く前ってなるからね。ね、待って、そこまで言わないか。はい、というわけでこれをお聞きの皆さん、ぜひぜひ皆さんからのリクエストメッセージなどなどいっぱい送ってほしいです。メッセージはファックス 0957-27-0840 27-0840、 メールアドレス niji@771fm.co.jp niji@771fm.co.jp FM 諫早のホームページアプリからも受け付けておりますので送ってね。待ってます。それではここで聞いてください、ミルクセーキで日曜日は大嫌い。こんなことなら同じ部活でもやってればよかったなんて今さら遅いね。家にいても憂鬱なだけだし、退屈な授業の方がまだまだ君の顔見られないなんて晴れた日でもブルーサンデー、こんな日はカレンダーから消しちゃいたいブルーサンデー。第2週目の今日はシチュエーショントーク、イエーイ。なんですけれども、はい、普通いつも2週目はシチュエーショントークといってなんかこうシチュエなんかこう恋愛みたいなこうねやったりするんですけど、まあ今日はこういうか公開収録ということですので、うん、はい、もう自由におしゃべりフリートークの方にしたいと思います、はい、イエーイ。でも違うよ、太田さんどうした、サチってなるよ。でもそれは毎週のことじゃない、うん、毎週この同じツッコミされてると思うんだ私。だっておかしいもん、ごめんね、うん、ごめんね、バチバチやね。ということでフリーなんですよ、どうする、うん、本当にフリーの時何もないの。そうだよ、あれじゃあ、まあとりあえずゴールデンウィークもまあまあやってきたじゃないですか、うんうんうん、どうでしたか、うん、ゴールデンウィーク楽しかったよ。私初めてのベイサイドドンタク、ベイサイドさんでドンタク何の嫌いドンタクね、野外のドンタク自体が久しぶり、ね、私も初めてだもん、3年ぶりって言ってた。ドンタク自体が3年ぶりだし、キラ出た、あの岩田屋のとことかでやって出てないよ。あ、言っとったね、舞台出てないって言ったもんね、うん、
初めてなんだよ、みんな。うん。そうなのか。え、でもなんかあれやったよね。なんかやったんや。いや、多分やってるよ、あの子。あの、じゃあ、ベイサイドはやったよ。あ、ね、あそれを言ってんの違う。違うでしょ、うん、だから、ベイサイドは出た。それだけ。それベイサイドのあの、外のやつな。なんか、どんたくのさ、あれは出てないよ。動画見てただけ。動画見てるそう、ずっと福岡にいたのよ、長崎の、うんうんうん、長崎のアイドルだけど。そう。お宿がさ、そうだよ。そう、お宿がね、お宿に泊まってたの、私たち。うん、あの、2泊 ?3 日 ?3 日 ?3 日 ?2 泊3日 ?3 泊4日です。3泊4日、うんだね。ただ1泊目はいつものところに泊まった、ね、いつものところ、うんうんうん、大好きなところ。うん、そうで、取れなかったから、取れなかったから、うん、兄さんが別のところに泊まったんですよ。嫌だった。嫌だった。なんか最初のいつも泊まってるところより使い勝手が。だし、今回の敗因としては、敗因あのですよ。だからその、1日だけいつもとこに泊まっちゃったから、恋しいんだよ、うん。最初から今の今日泊まったとこだったら、だから、そのまだ、あ、いつものとこがいいけど、まあ仕方ないねぐらいでなってたけど、いや、嫌だよ。うんうん、みんな帰りたいって言ってたと家じゃなくてそこに帰りたい。いつも泊まってる。泊まったところ。宿に帰りたいってね。いや家じゃねえよ。だってひどいもんだって そのいつもとかやったらさ、ね、通称ぐらいなら言っていいんじゃないの？通称？ダメ。ダメなの？わかるわかる。これはわかる。わかるわかる。わかるわかる。はい、わかったわかった。うん。いつもとかやったらさ、サチとかもなんか家感覚すぎてさ、普通に、共用の、そのエレベーターとかに、なんか真っ白なパック塗って、なんかめっちゃパタパタこういう感じで。めっちゃびっくりした、エレベーターで。パッてやったらあったの女の人とですごい笑われてるって思ってそれで「ははは」ってそういうことがあったんよって言って、うん、帰ってきて「ははは」って言って、うん、どっかまたサチが行ったんよね、うん、なんか家に行ったんよ、ね、外に出たら何もしてないのにただ男の人に笑われたんよそうなただエレベーターに乗っ取って、うん、こう入ってこようとした人にもそう笑われたの笑われたっていうことびっくりすごいびっくりされたでもそれはね男の人が悪いと思うエレベーターさこうウィーンってあるじゃんここなのにここにそれはびっくりするじゃん自分で私悪くないよ自分で悪いよねなんでかかったよでもそれでサチはびっくりしたかったびっくりしたよしたんだしたでもなんかそれだとその後一緒に乗ったよそう私が悪いみたいな顔で見られたからいや私何も悪くないよと思ってもうなんか今回あれだなホテル範囲やったな、うん、でも昨日ねママがねソフトクリーム買ってくれたのでもいやなんか買ってきてもらってめっちゃ嬉しかったし、うん、ありがとうって思ってるけどその上でね聞いてねタイミング悪すぎ、うん、待ってだってもう私お風呂入ったなんかこうみんなでわーってご飯あの昨日どんたくで屋台でいっぱい買って帰ってそれをホテルの部屋でこうみんなで食べてさあってなってじゃあお風呂とか入り始めましょうかねってなった時に、うん、で静香がパーってどっか行ったんやどこ行ったんですか私は車の方に忘れ物を取りに行きつつあコーヒー飲みてえなと思って、うんうん、近くにコンビニあったじゃん、うん、だからコンビニでミニストップあったんですよだから、うん、ミニストップでコーヒー買おうと思ってコーヒー買ってたらあミニストップはソフトクリームが美味しいな、うん、あの子たちはきっと喜ぶだろうなっていうこう寝る間に私たちはもうお風呂の準備に入って私はもうマスカラ落としまで塗って僕が2人はマスカパンダみたいなりながらでもキラはもう LINE 見てなかった、うん、そうだからサチがハッて出てきてキラちゃんってソフトクリームがあるわけよってでもキラなんか正直も行きたくなかったんやでもソフトクリームも私知ってたあんまり好きじゃないんだよでコーンが嫌いだからでもなんか気持ちは嬉しかったのだから、うん、いやこれは仁義を通すべきだと思ってね男だから女だけど仁義を通すべきだと思ってこう言ってちゃんとありがとうって言って食べたやん、うん、もうさソフトクリームをさ持って3つ持って、うん、アイスコーヒー持ってさもうめっちゃニヤニヤしながらさドアパンって開けたら誰もないそれで悲しい顔で顔文字で、うん、みんなどこ行ったの？みんなのグループにみんなはどこにいるのお母さんソフトクリームかって言ったのその LINE を見たサチはあのあれやろ第その送った第一声が、うん、あちわあちわひらがなのあちとちっちゃいわあち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 わ
気持ちと混ざって、ね、で私もその時もうねシャワー室に入って脱ぎもうここだったのよもうあと一歩でお風呂入るところで携帯が来たの でもあんな急いでさ LINE するってことは絶対こう消耗品じゃ溶けるものだから、うん、私アイスって聞いたのソフトクリームってかあっちもあってそう、ね、そうでナナちゃんは携帯をもう部屋に置いていたらしくて、うん、あそうなの完全にお風呂に入ってたからそうでも電話鳴らしても気づかなくてでも3人でソフトクリームでも言ってたよね私たちにあのお風呂のところにさ一個ずつのお部屋にナナミいますかいやそれなんか言ったかもしれないナナミは軽くは多分呼んだと思うあのでも呼んだよってあのナナミって言ったら恥ずかしいやねナナミナナミとささやく程度で、うん、こう一個一個の前にナナミって呼ばれてさ、うん、聞こえて私だったら無視してそうだから、うん、ナナミに買ってきた分のソフトクリームは私が美味しくいただいたので、ナナちゃんは今日アイス好きなの買ってあげるよって言ったの。うん。嬉しいね。何、うん、新しいスーパーカップの。なんだって？スーパーカップ。スーパーパック。スーパーカップの。スーパーカップの。やつの味があったら食べたい。何味？カフェルチョコ。チッ。私たちはカフェルクッキー。お前らに食わせるアイスはもうね食べに行ったのにえ食べに帰ったのに何食べに帰った食べに帰ってやったのに出た嘘だよ本当に嬉しかった私だって食べたいって言ってましたもんねアイス食べたいって、うん、あ言ってたっけ分かんない、うん、え嘘でこの二人なんよキラーもマジいらんって言ったアイス好きだからねアイス結構屋台で塩っ気のものを食べてたから焼きそばとか、うんうんうん、ねあのかかし巻きとか本当に昨日ここの主催が急遽決まって私は大慌てで関係者の方とご連絡取ったりとかその告知をどうしようってでも変なアシャじゃなくてもう当然変なフライヤーねご出演の方の連絡先すら知らなかったけどだからアーシャももらえねえわと思っても、うん、これはやっつけのフライヤーしかねえわと思って兄さんのサンプルクしたドッキドキめっちゃザッコラなね、うん、あれを作ったりとかさ、うん、あの予約の告知を出したりとかしてた時に、うん、君らは何してたのなのみちゃんお祭り回ってたぐるっと一周回ったよねそう、うん、どんだけ回って山盛り焼きそばと、うん、いちご削り、まあ、ひどいよ焼きそばマジでさ、うん、いや、やばかったまず大盛り焼きそばって書いてあってでこうなんかノリのいいお兄さんたちがこうお店やり寄って、うんうんうん、でこんにちはって一個くださいってね、うん、500円ね500円、うん500円でって言って、うん、こうですみたいなんで、うん、盛りますやるって言ったの盛ります盛りますやりますって言ってあなんか楽しそうだったって見とくよ追加料金いらないいらないいらない見とくよったらまだいけるまだいけるいけますいけます食べれますからこうさパックやって、うん、これこの親指までがこうパックみたいな、うんこんぐらいのパックだと普通の感じの、うんうんうん、それに普通ね こんぐらい入って閉じれるよ、ね、豚がこうさ閉じれるよ ね, るよねなのに、うん、こうなったんよ本当に持ってないよねこれなんかもう閉めれるのよ絶対いや持ってるのよあの焼き棒は話は持ってないけどこれでだからパック2つ使って新しいパック上から閉めずに袋にそのままこうやって袋こうやって持ってそしてどんだく回すでも1キロにめっちゃ重いので2人が溶けるアイス系を食べてたからあの座って私はビニール袋から焼き棒を食べるっていうでその時にサチがなんか静かな声で今さ、もしだよ、ナンパされたらさ、キラちゃんとナナミだけ連れて行かれるよね。いいよって。焼きそば食ってる女なんていらないもんね。なんか福岡だったらこうナンパとかよくあるイメージだったから、今声かけられて、もし3人男が来たとしても、私は多分ここに境界線があるいないことにされるよねって。さすがにそういう時ってさ、そんなことないよって言うべきなんよ。いや、確かに。ねえ、可愛くいちご食べてんのよ。横で、あの、外から見たらビニール袋から食べてる人なの。食べないから。ビニール袋こうしていこう。なんかもう手で食べてるみたいな感じない。とりあえず閉じれる状態まで食べてその場で、うん、目閉じれる状態にして持って帰ったらでも私端巻きも買っとっていやどうなんよだって、うん、先に端巻きと端巻きと焼きそばが食べなかったよ、うん、言って端巻きを買った後でなんかチーズボールとかも2人で分けようよって言って、うん、こう4つ入りかな、うんうん、その大きめのやつをね、うん、買って
でしてさあ結構最後の方だったね、うん、最後の方買おうって言ったらもうボコボコにしてて、ね、その時めっちゃ泣いてて、もなんか「えあんた食べれんやろ」みたいな言ったら「いや食べれる、えマジで食べれる」マジで叫んだと思ってさ、でしかもね後ろからなんか可愛いギャルたちがこうね「盛ります盛ります」って言って「あのちょっと蓋が閉まらんね」みたいな言う時にギャルが「え焼きそばだって」って言ってきて。え、500円安くないみたいな、これ見て、え、こんな食べれないで、食べて、私も、え、ごめんなさいと思って、私言おうかなと思って、これ困ってるお客さんって言おうと思ったけど、なんかもうさ、いや、ねえ。そうで、ごめんなさいって感じで。いや本当にさ、だからホテルの部屋にさ、私ご飯の時に買ってなかったけどさ、コンビニでなんか適当に買ってさ、うん、って、私が遅かったのね、先に入ってたからね、うん、で、わーって部屋開けたら、なんか真ん中のテーブルに、すごいもうなんかパーティーみたいな並べた焼きそばと箸巻きといちご飴と焼き鳥とみたいな、うわーって、しかも焼きそばがとんでもない量があって、でももっとびっくりしたのがこれも半分ぐらい食べたそうそう、その私たちが小さいイチゴのアイスを食べてる間にもうでっかい焼きそばを半分に食べたのこの人で、なんかナンパされないよねとか言って半分までして、アイハム食べたって言って私一つ違う、大きくてあのよく怒られる、噛まないって怒られるから食べるペースが早いんですよ、すごく悪いんですけどね体には。だからみんなにイチゴ食べるよりも早く焼きそば食べれるっていうでも結構みんなでちょこちょこ食べたよね。ナナミ食べてなくない、焼きそば。うん、ほら、え、でもちょっと食べたよね。食べてない。嘘だ。一口も。なんで、ね、食べていいよって言ったじゃん。そう、いや言ったの、言ったの。なんでそれ、なんかちょっとさ、くれんかったの、自分だけじゃないけど。違う、ナナミは絶対に。え、でも私はいらんと思うんですよ。でもお箸あげたよね。だってお箸いじるかの、なんだっけ、まぜそばみたいなやつ食べたよ。あ、それ食べたの。あら、だから焼きそば絶対食べる気なかったやろ。うん、でもその焼きそばをまだ食べれたのよ。でも箸巻きを美味しく食べるには焼きそばはこれ以上食べたらダメって思ったの、体が。食べれるのがすごいよね、うん、食べれんけん。でもみんなに食べてもらいながら、でも静香さんがね、残ってたの夜だから、もうこれごめんなさいするって、してるって言ってたから、うん、朝まで残ってたら捨てても大丈夫ですって言ったのね、うん、で朝まで置いてて、で朝起きてちょうど捨てようとしちゃったよ、残った焼きそばをね、食べますって言って、朝かしかもね、この人めっちゃムカつくの、あのね、2段ベッドがこうね、お部屋があって2段ベッドが2つ両端にあって、うん、真ん中にちょっとスペースがあって、ここに机を真ん中のスペースに置いて、うん、夜とかも食べてたんやけど、でそこにご飯もこう残したまま置いてとったよね、うん、それでサチは上のベッドだったので、アタッと静香が下だったの、はい、でね、でさあ残ってる、あ食べるのね、オッケー置いとくけんねって言って、この人はーいって言って上に登ったんよ。で「最高だって」って言って、マジふざけんなってなって、自分でこれって言って、あれ私冗談じゃなくて、マジムカついて、ワイルド取れって思って、ムカついたよ。そう、ムカついて、マジワイルド取らない。しかもこの後にさ、焼きそばくれないの？自分でこれさって、本当にこの口調で言って、私携帯もいじってもう仕方しとったよ。そしたら、焼きそばくれないのってガチコンで言って、また私ムカついて、もうよかって思ってもやって、そう、これでもあの時はキラちゃんガチで怒ってるの分かったけど、なんでそうです、そんなに。だってさ、しょげたらさ気まずい空気が流れるよ。そこ慣れとるやん。まあね、でも最初は私が「ごめんキラちゃん」って言ったらさ、なんかちょっと気まずくなるやんね。まあ別に、いや、ごめんって言わなくていいの、別に言わなくていいから、同じ調子で喋るのやめろってのごめんね、いいよなんか馬鹿してる。あ、そういう気分じゃないって、いつも逆なのに。もうくだらない話聞いてあげないよ。結構ムカついたもんだって、ごめんね、はい、結構ムカついた。ごめんね。ね、今回のラジオ何？ごめんね。喧嘩。ごめんね。喧嘩。大体さ、なんかさ、大体さ、サチにキラが切れてるか、うざがらみしてくるキラにナナミが怒ってるかの、どっちか。いや、怒ってはないよ。ただただ無視する。違うよ。違うもん。でもね、内容のある話と内容がない。だってさ、内容がなくてさ、ナナちゃんって言ったら、うん、また始まった。でもさ、昨日ひどかったよ、ナナミさ。静香さんが「ナナちゃん」みたいな呼んでんのに、なんで返事しないといけないんですかみたいな。違う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 、そんなにひどいことじゃない。あんたそのぐらいのことよ。違う違う違う、普通にみんなで喋ってて急に「ナナちゃんいる？」って言われたから「あっ、あっ、あっ」ってなってたら、
あのそうだ、奈々ちゃんいるんだ。あ、それはいるって言わなきゃっていう。そうそう、そうで、え、なんで答えないといけないんですかって、やっぱりあんたが答え違う、何で聞いたんですかって。なんで聞かれるかが分からないって言ったんだ。でもおかしいから分からんと答えないかも。私も答えないといけないと思ったけど、けど急にさ、いるって言われたから、あってなってて、したら答えないといけないよって言われたから、あ、しかもさ、キラに結構ガチとんでさ、そういうのは答えなさいよって。なんかじゃあ私のところからナナミが死角になってて、え、ナナミちゃんと部屋の中にいるって心配になった。で、うるさいのこの二人がむちゃくちゃうるさいの。だってね、今朝さ、ナナミと撮ってただけのお部屋のすごい穏やかな時間が流れて、でキラがキラーって帰ってきて、もううるさくて、うるせえなって言ってたら、サチが帰ってきて、もうマジうるさいって。楽しかった。楽しかった。でもその時喧嘩しよるもんね。喧嘩喧嘩それを聞いて、うるさいねもうって言ってて、だからナナミは時々確認しないと、私の資格の時は、え、ちゃんといる。でも本当にいない時もあるからね。でもいる時はうる、ちゃんとうるさいよ、うん、うるさいね、たまにたまに。そう、たまにね、たまになんか私が静かな時にうるさくなるだ。あんさ、そっちがそういう気分じゃない時、こっちが結構さ元気でさ、ナナミがこうそういう気分じゃない時多いけど、うん、で、基本ここがうるさくて、うん、ここがうるさくない時にここがうるさくて、ここがうるさい時は私なんか誰もうるさくない時に私一人でうるさかった。静かな時はないよね。しかも結構誰もそういう気分じゃない時、静かがうるさかった。そう。分かる。でも一応社長やけん、ちょっと相手しとこうって思った。そう、本当になんか今日元気やねって。静かさん、静かさんね、そのエレベーター、エスカレーター降りた時にね、一人住んでるエスカレーターだったのさね。歩いてんので、広がるスカート履いてて、すごいで、あのエスカレーターの風が怖いのか、ふわやつがって、広がるスカートってなんかもうなんかこう見えるんよ。で、あ、え、引っ込んでるみたいな、あーみたいな。あれ、ちょっと走るときなんか軸がちゃんとあるんで、こうそうなんかすごい私が歩いてたのとか、走ってるときもなんか普通にさ、こう、まだこれで走るのはよかったけどさ、こうなフォームおかしいって昔から言われてた。私よりおかしいよ。でもめちゃくちゃ早かったから、ね、で、なんかそれが男じゃないのが分かるから、本気いつもなんか逆にムカつく。なんかわざとでもムカつくし、わざとじゃなくてもどっちみちムカつく。あざとい女みたいな。あれあざといの。待って、あれあざといの。え、なんかでも見える、あの、私は知ってるから、うん、別にあのムカつくやぐらいけど、うん、別になんか知らん人が見たら、え、何梅さんが一番あざとい。え、あざといの？あざといんじゃない？だってしーちゃんなんかさ、うん、モテるじゃん、オタクに。そう、ミッキーだからね。ミッキーだから。ミッキー。マジでさ、みんなさ、オタクちゃんは、あの、静かを友達と思いすぎ、自分のままじゃないよ。あなたたち生まれてないから、この人から。私たちも。普通に、あの、なんか、普通にさ、物販にさ、ママーって言ってきてさ、うん、いや、お久しぶりです、なんか最近、ゴーで、じゃって返ってた。でさ、グリーティング券買って、こう、誰か誰かしらにはね、行ってくれるんやろうねって思うやろ。さ、だってね、仕事中なんよ。あの、少なくともあくまで、静かは。なのに、その受付の時間を奪ってまで、ね、こう、あんたのね、ごめんなさいね、悪いことを言います。どうでもいい話を。何も、お金を別にね、お金を落とせよって言ってるわけではないんだけど、あまりにもミッキーになりすぎて、だってさ、正直静かも、あんた誰って言うのにママって言われたりするんよ。いるいる。やけん、もうなんか、やめてあげてほしいし、私たちも、なんかすごい、それ見て結構嫌な気持ちなの。うん、なんか、だから、なんか、マジやめて。ミッキーな。ミッキーはね、でも、しーちゃんは優しいからさ、静かミッキーあんた誰とも言えないし、ね、ミッキーだから、だって。ミッキーにさ、お前誰って言われたらさ、泣くやん。そんなん。でも、本当に知らない人から、ママってこうやってやられて、うん、え、誰って言われて。産んでねえ、産んでねえ。いや、産んだかなって思うオタクもたまにいるから、ママと一緒にしすぎて、うん。っていうのもいる、いっぱいいるけど、でも、本当に絶対に産んでないって思う。そう、だから、結構怒ってる私は、うん。そろそろツイートしようと思ってる。書いてるね、ミッキーじゃないって書いてる。でも、あれは、ちょっと、でもあんまり、
そうダイレクトに言いすぎてもやっぱミッキーのね、側近から怒られたらやっぱりへこむかなって思って、ちょっとジャブから打っていこうと思って、そろそろあのダイレクトパンチを食らわせようやろうかなと思ってます。さて、そろそろ時間となりました。メッセージいつでも待ってるので気軽にどんどん送ってください。待ってます。それではここで聞いてもらいましょう。ミルクセーキでウィラブカルコーク。土曜日は長崎市のクラブベータにて君の声を聞かせてライブ。15日日曜日は長崎市本田楽器にて見るため久しぶりの全曲ライブです。声でかない？みんなにも届けたくて聞こえとるよ。あれ今日ライブの時に告知もしなくていいじゃん。あ、本当だ。今のライブお手軽。そう、あれですね、声出しライブ。そう、土曜はその人数制限あるんですけれどもね、はい、あのそうそう、そう忘れたらもう帰ってください。いや、別に受付で帰るから。あ、帰るようになったの？いや、前から買ったら。なんか事前に言わないと。あ、あもう、うん、まとめて買った。えらいえらい、いいね。そしてね、日曜日は全曲ライブでなんと全部で18曲あって、各メンバーのソロ曲もあるんで、おい、緊張、ね、倒れる緊張。全曲のなんかそういう生誕とかじゃない、うん、あのソロはやったことあるなの？ない生誕ですかね。そう、前までその毎月ソロがあったんだけど、コロナでそのライブがなくなってから、うん、尺が短くなったのかな。なんだ、見るたびもどきになったからか。そうそうそう、見るたびをやって、あの配信してるからソロのカバー曲っていうのができなかったんですよね、うんうん、だから誕生日とかではソロやってたけど、いやだってさ、配信で2時間やるのきつくない？うん、見てる方もさ、うん、疲れるね。なんか別にって感じ。別のこと始めた。いいよ、5曲でいいよ。ご飯食べないから。というわけで、はい、全曲ライブです。はい、ぜひ、いや楽しみだね。うちも長崎なので、うん、ぜひ長崎に泊まって、ね、長崎を満喫してください。はい、よろしくお願いします。よろしく。お願いします。ああ、もうこんな時間、今週のミルクステーキ大作戦楽しんでいただけましたでしょうか。今日も聞いてくれてありがとう。毎週金曜の夜はぜひぜひお楽しみに。どうぞ。毎週金曜の夜はぜひぜひ私たちミルクステーキにお付き合いいただきますように。それではまた来週、私たち長崎からミルクステーキでした。せーの、おやすみルクセーキ。これ練習してなかったな。おやすみルクセーキ。もう一回ここやろう、ここだけ。おやすみルクセーキ。それではまた来週、私たち長崎からミルクセーキでした。せーの、おやすみルクセーキ。